エイはなぜ体が平べったいんだろう。サメの仲間が海底で暮らすうちに水圧で平べったくなっちゃった。それがエイだよ。エイは平たく薄い体と大きい胸びれ、細い長い尾びれを持ってて、浮き袋は持ってないよ。ほとんどは泳ぎ回らないで海底で過ごしているんだけど、中にはもっと水面の方にいる仲間もいるよ。例えば糸巻きエイは水面近くから中ほどにいて、時には2メートル近くもジャンプしたりするんだ。空を飛んでるみたいでかっこいいよね。今日も見てくれてありがとう。またね。バイバーイ。